試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。サポーターからの大声援がこれから始まる激闘を予感させます。実況は私西岡明彦、解説席には確かなサッカー感が光る福西崇史さんをお迎えしました。注目の一戦になりそうですね。なかなか面白い組み合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。こういう選手が注目を集めるのは当然でしょうね。堂々の存在感です。前回の試合では鮮やかに2ゴールを決めました。今日のディフェンスは止められるでしょうか。 J リーグ初期の横浜 F マリノスはアルゼンチン出身の選手や監督が目立つ時期がありましたね。他のクラブではブラジル人選手が目立ちましたから、クラブのカラーになっていたと思います。ホームチームの先発メンバーです。どうやら攻撃的な 4-5-1 ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。アウェーチームのラインナップをご覧ください。同じく攻撃的な 4-5-1 を採用しています。さあ試合開始、まずは横浜 F マリノスのキックオフです。パスはカットされます。ボールを失った。マルコス・ジュニオー、自らボールを持ち込んでいきます。これは相手にパスしてしまいました。ここでポゼッションを失いました。渡辺、アンデルソン・ロペス、ここはサイドのスペースを使ってきました。ファーサイドの選手に渡ります。決めた、横浜 F マリノスのゴールです。リプレイが出ます。なんといってもこのクロスでしょう。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。クジャリョン、じっくりと出しどころを探しています。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。アンデルソン・ロペス、クロス、素晴らしいパス。ゴールキーパーはポジショニングを誤ったか。しっかり得点を奪ったのは見事でしたが、キーパーどうしたのでしょうか。ゴールを守る守備側の選手がいませんから、やすやすと得点しましたね。
クジャリョン、マークをものともしないトラップ。ここはクロスのチャンス、コーナーキックになりました。ゴールシーンのリプレイをどうぞ。ボックス内からガラ空きのゴールに放り込みました。エリア内へ向かうか、クリアが足りないか。マルコス・ジュニオ、横浜の攻撃です。観客の後押しが聞こえる。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。アンデルソン・ロペス、何をしてくるのか。ギリギリのタイミングでのダイビングセーブでした。中を狙うか、キーパーに渡りました。おっと、これはいけません。キーパーからのボールは相手にカットされました。マルコス・ジュニオ、おっと、ここはキーパーがセーブします。相手が高い位置からプレスをかけてきます。ここで慌てると危ないですね。取り返しました。ホームチームがボールを持つ時間が多くなっています。文字通りゲームを支配していますね。それが結果にも表れています。危ない場面でしたがしっかりクリアしました。木田拓也、短いパスをつなぎ様子を伺っています。中に入れてくるか。クロスはニアポスト側へ。ここはしっかりクリアされました。テクニックを見せる。狙っていましたね。カウンターも狙えます。なかなかいい攻撃でしたがディフェンスに処理されました。味方がサポートに来ます。木田拓也、ボールが相手に渡りました。いいロブパスです。マイナスのクロスを入れた。マークを振り切った。危険なスルーパスでしたがキーパーが好判断。木田拓也、マルコス・ジュニオ、まずはパスを回していきます。木田拓也、チャンスにできるか。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。この選手は期待した通り素晴らしい働きぶりですね。見事なゴールでした。スタッツを見ると偶然ではないですね。ゴールに向かう姿勢がうかがえます。
残るは45分後半戦キックオフです。キム・ジンス、ボールを運びゴールに襲いかかります。これは勇気のいるタックルです。さあカウンターを仕掛けるか。折り返せるか。しかしディフェンスがブロックしました。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。このコーナーは誰に蹴るか。ディフェンダーがクリアしました。中央にクロス、中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。このシュートは大きく横に外れます。危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。すぐにボールを戻しました。これは決めたい。キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。さあボールを蹴った。このボールは止めただけ。クリアできるか。すぐにパスを返しました。中にスペースがあります。レフェリーはコーナーキックの判定。ショートコーナーを選択。さあどうする。これはナイスカット。窮地を出しました。マルコス・ジュニオ、ボールを運んでいます。さあ上げたい。ここでシュート。キーパーが冷静にセーブします。クジャリョン、味方がフォローに来ています。さあどこから攻めるでしょうか。絶好のチャンスを決めきれません。福西さん、今のが入っていれば1点差でしたね。はい、そうなっていれば追い上げていくモチベーションも上がったんでしょうね。とにかくこういうチャンスを無駄にしてはいけません。交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。
木田拓也。狙える位置です。ここは抜いてきた。入った。ゴール。またもこの選手です。今日は勢いが止まりません。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。大量リードの試合となっています。これはあるぞ。ゴール。点差を少し縮めましたね。すぐに点を取り返しましたね。失点直後でしたが、うまく気持ちを切り替えて攻めました。ここで取り返します。ボールを運びゴールに襲いかかります。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。いいパスです。視野が広いですね。これは相手にパスしてしまいました。これはいいロブです。チャンスになりそうだ。絶好のチャンス。決まった。ゴール。大差で相手にリードを許していた試合もこれで1点差。残り時間わずかとはいえ同点への希望が見えてきました。リプレイが出ます。浮かせたボールが通ってチャンスになります。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。パス見えてますね。いいですね。今のパスもそうなんですけど、そこに至るまでの動きが素晴らしいですよ。何気ないパスに見えますけど、意思が込められていますね。いいスペースにロブを出しました。スルーパスを出した。視野が広い。このボールを奪います。どこまでドリブルするのでしょうか。アンデルソン・ロペス。決まった。ゴール。ハットトリック達成です。鮮やかなロングフィードから一気に得点へとつなげました。守備からの切り替えが見事でしたね。
ホンジョンホ。ホンジョンホ。ハンギョウォン。ここからどうするのか。このシュートはディフェンスに止められます。ここはボールを奪取しました。マルコス・ジュニオインターセプトしました。ここで試合終了のホイッスル。ホームチームが勝利を収めました。素晴らしいゲームでしたね。余裕の2点差での完勝です。監督もサポーターもこの結果には満足なんじゃないでしょうか。